おはようございます。今回も FX オリガルヒ、あいさちゃんの解説を拝見しましたあ。非常にテンポよくまとまってるなと思うのと同時に、結構編集に時間かかっちゃったんじゃないかなと思いますんでね。えー、無理なくうこういった動画更新していただければと思います。そしてあいさちゃんはいつも肝心なことを言ってます。それはですねあの、受け入れられるリスクの範囲で責任を持って、そして大振りせずにね、数千円でもいいから初心者でも買っていきたいっていう、こういった思いです。いやあのね、本当にそうで、 月に3000とか5000でもプラスにできるんだったらそれは FX やる意義があるんですよ。あとはその3000、5000円勝てる傾きを少しずつ増やしていきますからね。でも逆に FX をたくさんやって利益が出ない力がついてないってことであれば本当にねこれもったいないことなんで大振りせずに小さな利益本当にね数百円でもいいと思います最初は。 うん、で勝てるようになったら資金をドンと積めばいいわけですからねだから未来にこそ利益はありますんで今日はトレーニングを積み重ねていきましょうということであやさーちゃんの動画本当に日々の進捗を素直に表現していると思いますこれからもよろしくお願いします